感じです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、こちらの五郎メガネさんでございます。はい、お世話になってますね。そうですよ、いつもお世話になってますからね。はい、うん、そうね。この風景がいいでしょ、また。いいですよね。うん、そう。本当に、うん、お肉屋さんあるし、魚屋さんあるし、メガネ屋さんあるし、そう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 、ケーキ屋さんあるし、マークなんか、なんかいます、なんかいます。なんかいますって、失礼な。って言ってる。いやいやいや、もう今ね、ごぼうを盛り上げるごぼう青年会議所の皆さんじゃないですか。え？偶然。偶然です。わざとらしい。偶然です。わざとらしい。いやいや、偶然ですよ。偶然じゃない、言ったんですか？言わせてもらって、はい、いや今日わざわざね、はい、来てくださった、そう、せっかくこのために来ていただいてて、はい、ごぼう青年会議所の皆さん、うん、今ここ盛り上げてる、はい、で今年度もぐわっと盛り上げる、はい、団体の皆さんでございますので、はい、少しちょっとお話をお伺いできたらなと思いますので、はいはいはい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、はい、ごぼう青年会議所の皆さん、はい、お集まりいただきました、うん、そして今回ね、お話をお伺いするのは、うん、花光理事長にお伺いしたいなと思っております。はい、そしてその後ね、皆さんにもこのごぼう市の魅力っていうのをそれぞれ言っていただくので、はい、今のうち考えておいてください。よろしいですか？もうパンパンパンっていきますからね。いいですか？皆さんちょっと緊張してるけど大丈夫ですか？いや、普段ね、なっちゃん、僕もね、はいはい、いろんなイベント呼んでいただいて、うんうん、司会させていただいたりとか、うんうん、そういう風な中でつながりを、はい、僕らの中で持たせていただいてるんですけども、はいはい、ね、せっかくなんでね、はい、もう僕らも2人ね、うん、なんかセットでね、呼んでいただけたらなと、はい、ぜひもう思いっきりコースぜひお願いします。ぜひ来ていただければ、もうよろしくお願いします。はい、で改めてね、はいはい、まあ、ごぼう青年会議所の皆さんがどういう活動をされてるかっていうのをちょっと今回お伺いしたいなと思うので、原光理事長、はい、ちょっとよろしくお願いいたします。わかりました。はい、はい、うん、ごぼう青年会議所はですね、はい、20歳から40歳までの青年団体となっております。はい、で、まあ、40歳を過ぎたらもう、卒業という形の団体なんですけども、はい、まあ、何をしているかと、まあ、一言で言うとですね、まあ、この20歳から40歳までっていうこの若いエネルギーをですね、はい、まあ、地域に貢献するっていう形で、まあ、地域とですね、共に、まあ、イベントや活動ということを主にしているような団体になっております。はい、で今年はですね、はい、こちらにもあるんですけども、はい、コネクト、コネクト、これをスローガンとしてですね、はいはい、活動させていただいているんですけども、はい、まあ、何かと言いますと、そうですね、意味どういう意味かな、そうですね、まあ、地域とコネクトする、はい、人とコネクトする、まあ、地域と人を結びつけるっていうのをですね、はい、テーマにもうしっかりですね、はい、まあ、今日もですねコネクトしているようなものですね、はい、まさしく、はい、そうですね、はい、まあ、そういうつながりを、はいはい、大事にしております。うん、分かったな、はい、分かりました。ここがあったから仕事ないから、はい、いいですか？はい、分かりました。よかった、よかった、はい、勉強になります。で改めて僕ら、皆さんが住んでる町のいいところっていうのを、はい、紹介していただいてるので、はい、皆さんが思うそれぞれのごぼう市のいいところ、うん、お伺いできたらなと思うので、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、この地域の魅力っていうのはやっぱり人がとにかく優しくて、はい、めちゃめちゃあったかい地域だなって僕は思ってるんです。はい、でやっぱりその中でもマー君がいるっていうのがこの町一番の魅力やと思います。おー、めっちゃ嬉しいこと言ってくる。ね、目は全然思てないです。とりあえず一回言うとこかみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、まあ、それは人と人が本当につながっている地域、うん、まあそんなに人が多い場所でもないんで、うん、みんながまあその知り合いも多くて、そうやってね、この今年理事長が掲げているコネクトっていうのをやっぱり胸に秘めてですね、より人がつながって、より大きな事業をこの田舎から発信していきたいなと思いますね、やっぱり。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ごぼうはですね、お魚も美味しい、お野菜も美味しい、うん、そして忘れちゃいけない坂尻さんもいます。これも最高やと思うんですよね。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいですね、ありがとうございます。今のは名本間やわ。アットホームな感じがあって、うん、人と人との距離が近い、はい、
でこの地域に根ざしたやっぱり伝統あるお祭りやらそういう行事もいっぱいたくさんあるんで、うん、はい、ぜひ皆さんその際は見に来ていただけたら。それでは花火理事長お願いします。そうですね、うん、最後にじゃあいつものやっていいですか。いつものって何ですか、はい、いつものいつものがあるんで。いつものがあるんだ、はい、やるんで。いつものがあるんですね、はい、その後に王って言ってもらえる。あ、その後に王があるんですね。わ、はい、かりました、わかりました。じゃあその前に、はい、まあ、年間通してもいろんな行事やられてますね。そうですね、はい、うん、ちょっと告知させていただいてもいいですか。あ、もうせっかくなんで、はいはい、まずですね6月2日に、うん、わんぱく相撲ごぼう場所というのがですね毎年開催されております、はい、で、まあ、今年もまあ、その名の通りですね、はい、まあ、ちびっこ相撲大会という形で、はいはいはい、開催させていただきます、うん、そして7月7日にはですね七夕事業という形で、まあ、今年7月7日日曜日なので、はい、ちょっと盛大に、はいはい、事業の方させていただきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いします。いいですね、こうやってねごぼうの町が人増えて、はい、ね、盛り上がっていくんですよ、はい、じゃあそう最後ね、はい、理事長言ってた掛け声で、はい、締めましょう、はい、ちょっと教えていただいていいですか、はい、そうですね、はい、私がせーのって言いますので、はい、言っていただける、はいはい、じゃあこういいねのいいねをして、はいはい、でコネクトコネクトですね、はい、分かりました、はい、いいですね。それでは花水理事長お願いいたします。はい、はい、せーのコネクト。決まった。行きましょうか。はい。ありがとうございます。